はい、どうも皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。はとくまです。ファルークさんが6月30日に台湾プロに出ます。大会まで残すところ、あと6週間ぐらい。ファルークさんの背中ってマジでさ、かっこいい。理想的なバックポーズされてると思うんですよ。ウエストから逆三にギュー広がって、このど真ん中日本柱ね、脊柱の大黒柱と言ってもいいような形、凹凸感、立体感、何もかもがかっこいい。身長も高いし、手足も長いしね。で、フロントポーズ撮っている時、なんでこんなにバスキュラリティ、肩胸に血管ブワー入るの？え、これは遺伝筋トレのやり方なんなの？この血管俺も走らせたいって皆さん思うじゃないですか。それぐらいやっぱりファルークさんってなんかこうポテンシャルの塊というか怪物というかね、存在だと思うんですよ。さあ、まあそんな、じゃあファルークさん、今年でプロ3年目になってまいります。プロ初優勝、そしてオリンピア初出場を叶えるべく初めての海外大会台湾プロに出られます。さあどうなるか。立ちはだかるのは海外からいろんな選手やってきますが、ジンさん、兄弟子でもあるジンさんがこの大会登場されます。どっちを応援していいのかわからない。どっちも好きだ。どっちにしよう。いや、両方応援すればいいじゃないかということで、ジンさんもファルークさんも両方優勝してくれっていう感じなんですけれども、ジンさんに関しては最近アメリカに行かれて、コーチであるミロシコーチの下で修行を始められました。ジンさん、アメリカ編がスタートでございます。ミロシコーチといえば今年のアーノルドクラシック、オープンボディービルのサムソン・ダウダが優勝しました。これを見ているのが、ミロシュコーチ、山岸さんを見ていたのもミロシュコーチということで、まあ、すごくハードなトレーニングで知られている、まあ、コーチでね、ジンさんがね、プールでバタッと倒れている画像なんかも上がって、うわ、あのジンさんがそんなにきつくてやられちゃうのっていう風に驚愕したシーンでもありましたが、そんなジンさんとファルークさん、このお二人が大会に出られます。で、まあ、ファルークさんですよ。血管エグすぎないですかっていうのはさっきもお話ししましたが、今年どんな大会になるのか、昨年は東京プロ、ジャパンプロ出られました。で、この東京プロでジンさんと、まあ、並んでね、ジンさんが3位、ファルークさんが9位という順位でした。ジンさんはとにかく良かったんですよ。これ毎回言うんですけど、もう笑顔もすごく素敵だったし、背中の進化っていうのがもうすごすぎた。で、対してファルークさんはコーチをアリエル・カツ・アルベルトっていう、まあ、オリンピアチャンピオンを育てている人に、まあ、したんですけど、まあ、調整の部分でちょっと合わなくて、まあ、コンディションが全体的に甘くなってしまった。水っぽくっていうか、こう、ぼやっとして見えてしまった。ただ、ファルークさんはそこから3ヶ月後、プロカードを取ってプロデビューをした時のね、コーチ、岩川コーチに変えまして、この体で日本人最高順位のトップ3に入られました。マジでね、あの時は痺れた。やっぱ海外のやばいね、誰だこの人っていうのが出てくる中で、それと戦うファルークさん、マジかっこいいみたいなね、なったんですけど、まあ、そこでコンディションをバチコンとはめてきたんですよ。まあ、お互いね、知り尽くしているところもあって、やっぱうまくいったのかなって思うんですが、今回の台湾プロも、その岩川コーチとのタッグで臨まれます。で、そんなファルークさん、8月と11月で、やっぱりコンディションバキッとはまったって言ったんですけど、筋肉全体のカット、肩と胸、肩と腕だったりとか、あとは腹斜筋、ここがやっぱりね、ファルークさんめちゃくちゃ強いと思うんですよ。一番コンディションが良かったってハトクマが言うのが、毎回ね、2021年ファルークさんがデビューされたジャパンプロなんですよ。この時のこのお腹周り、そしてバックポーズを取っている時の背中のこのバキバキバキっていうね、この凹凸感、3D 感というのが半端なかった。まあ、そこからですね、右は東京プロです。ちょっとジャパンプロの背中がなかったので、この比較になりますが、1年間でサイズ自体はめちゃくちゃ進化されてるんですよ。ウエストに対しての背中の広がり方であったりとか、肩全体の立体感、まあ、デカさですね。こういったところがよりデカくなって、よりアウトラインが強化されている。もともとそのポテンシャルの怪物、イコールプロポーションの怪物、そのファルークさんが外枠を大きくしてきた。で、11月はその状態でコンディションを良くしてきた。さあ今年、まあ、さらに弱点を潰されたりとか、まあ、ハトクマが注目しているポイントとしては、フロントポーズ見ている時の胸の丸み、上から下までまん丸な形であったりとか、カットが深く入ってメリハリが出てくるような体つきで、対してジンさんに関してはやっぱりそのファルークさんがどうだろう、まだジンさんほどはないかもしれない筋肉のカットの深さだったりとか、まあ、あとは自分の見せ方だったり、そういったところを熟知されていると思うので、この日本人
日本人のね、戦いが見れるっていうのも海外でね、しかもめっちゃ楽しみだし、まあ、このお二人ぜひとも優勝してほしいということで、今回は台湾プロに出られるファルークさんとジンさんのお話をちょこっとだけさせていただきました。皆様のジンさん、ファルークさんへの感想、応援、コメントなどございましたら、概要欄、コメント欄にガイドライン設けておりますが、どんどん書いていただければ嬉しいです。またぜひ、ハトクマチャンネルの登録と高評価もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、バイチャ。